森ビルの辻でございます、森ビルが300人もの経営者の皆さんとともに約35年にわたって再開発に取り組んできた麻布台ヒルズがいよいよ形になります。コンセプトはモダンアーバンビレッジです。都市においてどうすれば私たちはこれからも人間らしく豊かに生きていけるのか、その問いに対する答えは都市の形をこれからの時代に合わせてアップデートすることです。そのために最適な手法こそ森ビルが一貫して取り組んできた都市再開発事業です。多くの権利者とともに共同で再開発事業をすることによって細分化された土地をまとめ大きな敷地を生み出す。そこで建物を超高層化することにより緑地を広げ、バーティガルガーデンシティ、立体緑園都市を実現する。その上で多様な機能を複合させたコンパクトシティこそが私たちが手掛けてきたヒルズという街です。圧倒的な緑に包まれた広場のような街、麻布台ヒルズ。区域面積は 8.1 ヘクタール、延べ床面積86万平方メートル、想定年間来街者数約3000万人、圧倒的なスケールの街が誕生します。そんな環境に、住宅、ホテル、オフィス、マーケット等の商業施設、ギャラリー等の文化施設、インターナショナルスクール、予防医療センターなど多様な都市機能が集積、人の営みがシームレスにつながっていく、そんな豊かなヒルズライフが最新の施設と最高のクオリティで実現します。街の中心となるのは中央広場です。6000平方メートルのこの広場をはじめ、街全体が2万4000平方メートルという豊かなグリーンに包まれます。日本一の高さとなる330メートルのメインタワーもこの圧倒的な緑を実現するために必要だったのです。麻布台ヒルズ、森 JP タワーと2棟のレジデンス棟、これらの3つのタワーのデザインを手掛けたのはペリ・クラーク&パートナーズのブレッド・クラーク氏。そしてその足元に広がるダイナミックな低層部を手掛けたのはデザイナー・建築家のトーマス・ヘザイック氏。その才能と感性を森ビルが一つにまとめ上げました。麻布台ヒルズでは四季ごとに表情を変える約320種の多様な植栽が広がり、人が触れられる緑を目指して芝生や果樹園、菜園まで整備されます。緑を増やすだけでなく、脱炭素、資源循環型の都市への取り組みも進め、エリア全体でグリーンな街づくりを目指します。森ビルは都市機能をコンパクトに複合させたヒルズという街で都市生活の豊かさを目指してきました。森 JP タワー33、34階のヒルズハウスは健康的に働くための環境や交流、学びの機会を提供、企業の垣根を越えてワーカーが集うクラブハウスのような場となり、街のさまざまな機能やサービスをカスタマイズできる仕掛けを用意いたします。この33階にはワークスペースやカフェテリアなどを備えた会員制エリア、メンバーズラウンジを設置。さらにレストランダイニング33では三國清美シェフがプロデュースする料理を提供します。印象的な大階段を上った34階にはセミナーや企業イベント、宴会など幅広い利用が可能なスカイルームも用意しました。また予防医療センターやスパなど他の施設とも連携して人々のウェルネスを支えます。この街のウェルネスを象徴するのが慶應義塾大学とともに進めている未来の予防医療を切り開く取り組みです。信濃町から拡張移転する慶應義塾大学予防医療センターと森ビルと共同で新たに開設したヒルズ未来予防医療ウェルネス共同研究講座です。予防医療センターでは町と一体になってウェルネスを推進していきます。ツ
2フロア合計で3900平方メートルとなるこの施設では、最新の医療機器を揃え、一人一人の健康課題や目標に応じた予防医療を提供、町を挙げて予防医療のための研究活動も行い、人々の健康寿命を伸ばしていくことを目指します。そして象徴的なもう一つの施設が、都心最大級の生徒数を誇るインターナショナルスクール、ザ・ブリティッシュスクールイン東京です。ツリーハウスをモチーフにした校舎の面積は15000平方メートル、グラウンド2面、体育館、プール、アウトドアスペースなどを確保しました。都心の一等地にあってこれだけ豊かな環境を実現できたのは、まさに再開発事業ならではのことです。この麻布台ヒルズという町から、多様な価値観を持ち国際感覚に優れた子どもたちが育っていくことを期待しています。麻布台ヒルズでも面積9300平方メートルの文化施設を展開し、町全体がミュージアムに。麻布台ヒルズギャラリーは美術館仕様のハードを備えた町の文化発信拠点です。現代アートからエンターテインメントまで様々なジャンルを扱います。開幕展としてパブリックアートも手掛けたオラファー・エリアソン氏による展覧会を開催します。また森ビルデジタルアートミュージアムエプソンチームラボボーダレスもお台場から移転しオープンします。新作や日本未発表作品が加わるほか、人気作品も大幅にアップデート。開館からわずか1年で世界160カ国から約230万人動員を達成した東京のディストネーションがさらに進化します。そして中央広場や森 JP タワーにはパブリックアート、オラファー・エリアソン氏をはじめ、奈良義朝氏、曽根豊氏、ジャーワン氏といった世界的なアーティストの作品が揃います。いずれも森美術館がキュレーションを手掛け、自然との共生やウェルネスという街のコンセプトを体感できる作品を選定しています。麻布台ヒルズには緑に包まれた環境の中、大規模な商業施設が広がります。商業施設の面積は2万3000平方メートル、街全体で150店舗にもなります。インテリア、書店、ファッション、ウェルネスなどのショップが充実。メインダイニングフロアには日本を代表する魅力的な名店が集まります。そして低層部の商業エリア、ガーデンプラザにもレストランやカフェ、ビューティーなどの多様なショップが集まります。フェザー X 氏デザインによる低層部の美しい街並みには10店舗のラグジュアリーブランドが集まります。カルティエ、ディオール、そして中央広場に面した場所にエルメス、これほどのブランドが緑の中で軒を連ねる場所は世界でもあまり例がありません。食の分野でもたくさんのパートナーが集まってくださいました。ミシュランスターの獲得経験者を含むトップクラスの料理人たちが麻布台ヒルズを選んでくださいました。この他にハイエンドからカジュアルまで日々の食を豊かにしてくれる魅力的なレストラン、カフェが多数揃います。また中央広場の地下には食品館、麻布台ヒルズマーケットが誕生します。4000平方メートルのスペースに日本の食文化を支えてきた食のプロフェッショナル31の専門店が集結、毎日の食卓に豊かさを届けていきます。生活の基盤となる住宅や人が集まるホテルは街づくりにおいて大切なものです。麻布台ヒルズの緑豊かな中央広場に面した絶好のロケーションに位置するのはアマンの手掛ける新ブランドで日本初進出、世界第一弾となるラグジュアリーホテルジャヌ東京。ジャヌは人と人のつながりや地域を大切にしつつもコンテンポラリーな遊び心を加え、オンリーイン東京の価値を提供していきます。レジデンスについてもこの唯一無二の圧倒的なロケーションを生かすことで
森ビルの住宅に新たな選択肢を加えることができました。占有面積は18万2000平方メートル、総戸数1400戸、居住者数約3500人の規模となります。インテリアについても世界のトップクラスのデザイナーを迎えました。レジデンス A は SCDA のスーケーチャン氏、レジデンス B およびガーデンプラザレジデンスはマルコ・コスタンツィ・アーキテクツが担当、共用施設の跡は森美術館が監修しています。またアマンとは住宅でもパートナーとして連携し、森 JP タワーの最上部にブランデッドレジデンス、アマンレジデンス東京が誕生。インテリアデザイナーはヤブ・プッシェルバーグが手掛けます。麻布台ヒルズではこの緑あふれる街のすべてがワークプレイスであり、働きやすいオフィス環境が整います。オフィス全体の規模は21万4500平方メートル、就業者数は約2万人という規模に。森 JP タワーのオフィスの基準階面積は4800平方メートル。さらに多様な働き方に応えるべくスモールオフィスなども備えています。東京が国際都市間競争で勝ち抜くために、東京がこの国の成長のエンジンであり続けるために、私たちは単にオフィスを提供するのではなく、ビジネスの形を都市から変えていきたいと考え、さまざまな提案をしてきました。中でもこれからの東京にはイノベーションを起こすスタートアップ企業を輩出していくことが絶対に必要です。それが日本初にして最大規模となるベンチャーキャピタルの拠点、その名も東京ベンチャーキャピタルハブです。森ビルのビジョンに賛同いただいた独立系ベンチャーキャピタルとコーポレートベンチャーキャピタル約70社が集い、スタートアップの成長に欠かせないリスクマネーを供給する拠点として機能します。日本のトップベンチャーキャピタル、コーポレートベンチャーキャピタルがここに集うことで、日本経済活性化の起爆剤となることを目指します。麻布台ヒルズの誕生は東京をさらに魅力的な都市にしていくための挑戦の始まりでもあるんです。そこに集まる多様な人々の可能性が引き出される。それが東京の魅力となって世界中を引きつける。その磁力こそが国際都市間競争を勝ち抜き、東京をさらに成長させていくパワーになると私たちは信じています。麻布台ヒルズが作ろうとしている未来、グリーン、ライブ、東京、それは緑あふれる未来であり、人々の生活の未来であり、東京という都市の未来です。麻布台ヒルズは11月24日より順次開業いたします。どうぞご期待ください。